で皆さんおはようございます。新門寺に着いた時は暖かかったのですが、さすがに2時間もバイク乗っていると、体がコチコチに冷たくなってしまい、先ほどコンビニエンスストアでカップコーヒー飲みました。これから今はブサ、大分プレフェクチャーの中の USA ブサシティにいます。これから龍岩寺という店舗に行きます。なぜこんな喋り方になってしまったかというと、寒さで口が回らなくなってしまったので、こんな風になっちゃったけれど、だいぶ暖かくなってきましたので、普通のスピーキングに変わりますか。でもこれが面白いので、もう少しこの喋り方で行きます。日が昇ってきて暖かくなってきました。車の量が多いのはなぜなぜなんだ。ルックルンルックルン、それはあれですよね、もう平均じゃない、平日の通勤時間だからですよね。皆さんお仕事を、よいしょ、行こうか、よっ、だから斎藤から行った方がいいかもわかんないですね、14分ぐらいって書いてました。斎藤までやったらここから6キロぐらいかな、これでもね高級な階段ですよ。これほんとお寺国先でいろいろ回るのはちょっとあんまり年いくとあれだよね、ちょっと限界あるよね。やっぱ今回っとくべきだよね、ギリギリだ。いやマジすごいぞこれ、なんじゃ、どっち、これこっちはまさか道じゃないよね、これすげえな、このトンネル。あそこか、ででん、見えますかね。おお、うわこれすげえわ、これかっちょいい。うおー、こんな感じであんのか。これはすげえな。結構あります。でもこういう感じであんだな。はあ。でもこれはこっちから行くんじゃないのか、あちら。岩がせり出してるんですよ。そこ、うわー、こんな感じになってるんだ。それでこれがこんなんですね。おお、恐ろしい。木のそこから入るな。これがね、こう行きましてですね、多分これ
今こんな感じなんだ。仏様がこんな感じですよ。わかりますかね、これ。これ開けちゃダメなのかな。あ、ダメなんだ。それはそうですよね。わかりますか、これ。この感じね。この紅葉の美しさ見てくださいよ、これ。ちょっとね、今後ろに後ずさりしながら撮ってます。わあ、美しいわこれ。こんなとこによく作ったな。しかし、急でした。